うむ、ここは泡沫空間ですな。ですね。また落ちちゃいましたね、つむぎお姉様。ここにもだんだん慣れて緊張感も薄れてきたよね。そういう時が一番危ないって私の師匠が言ってました。おお、なんか偉いです。さすがは忍者の師匠です。てなわけで気を引き締めていきましょう。はい、つむぎお姉様。じうんじうんじイオちゃん、なんでしょう。なんかさ、退屈すぎない？私はつむぎお姉様を見ていられるだけで退屈なんてしません。私はただじーっと見られてるのってなんかこうって、こんな会話前にもしたね。あ、申し訳ありません。つむぎお姉様のお心を乱してしまいましたか。見るのが悪いってのじゃなくてですね、せめて何か会話しませんか。そうですね。部長法ですみません。話題は何がいいかな。階段はダメ、恋バナもダメ、不毛かな。普通ですと無難なのは天気とかですが、冥界で泡沫空間、二重の異世界ですから。ここ空はあるけど微妙。あ、健康の話題とかどう。つむぎお姉様、お体は大丈夫ですか。え、健康体だよ。私は元気が取り柄。腕のまじないのせいで戦うたびに寿命がじわじわ減ってるのに。ああ、ああ、平気平気。そもそも戦国時代と私のいる時代では平均寿命がめっちゃ違います。そうなんですか。うん、多分どんだけ近所で寿命を削ったとしてもきっとイオちゃんより長生きするよ私。本当に。本当です。30年くらいは差があったはず。なんか歴女な友達が言ってた気がする。人間50年とか信長さんが歌ってたでしょ。あつ森ですね、信長様のお好きな。歴女というのは歴史に詳しい人、女性のことです。テスト前によく助けてもらったんだ。小耳さんのような方なんでしょうか。でもそれならよかった。イオちゃん、キュッ。お、つむぎお姉様、突然どうなさいました。ごめんね、イオちゃんにはずっと心配かけてたよね。命も助けてもらったし、なんか返せないほど恩が溜まってる気がするよ。いいんです、いいんです。つむぎお姉様のお役に立てるならそれで私は満足なんです。でもな。ねえ、私にしてほしいこととかない。してほしいことですか。うん、それならもう少しこうしていてくださいますか。オッケーです。イオちゃん可愛いです。ぎゅー。小耳さんのようにふかふか尻尾ありませんし、鋼さんみたいにやわやわふんわり胸部装甲もありません。物足りなくないですか。私もないけど物足りないかな。いいえ、つむぎお姉様は完璧です。大好きです。私もイオちゃんが大好きだよ。あれ、どうしたの。イオちゃん泣いてるの。幸せだなって、つむぎお姉様に好きだと言ってもらえて感無量と申しますか。うわ、泣かないでよ、なんか困る。つむ
麦お姉様を困らせるなんて。でもなぜだか涙が止まらなくて。イオちゃん、この前私が泣いた時、イオちゃんも困ったんだろうな。本当悪いことしちゃった。すみません。涙止まるまでこうしていようか。泣くだけ泣くと気が済むし、なんだかすっきりするしね。つむぎお姉様、すっきりですか？ほら、どうにもならないことってあるでしょ。頑張ってもしょうがないこととかさ。あります。そういう時は泣いたり叫んだりするといいと思う。泣いたり叫んだり。チョコレートとかさ、あれで結構スキッとしたよ。びっくりして涙止まりました。ごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど。いえ。すっきりした？足りなかったかな？どうでしょう。足りてなさそうだから、イオちゃんも叫んでみれば？叫ぶのですか？はしたなくありませんか？ここは泡沫空間だし、いるの私だけだし。つむぎお姉様にはしたないと軽蔑されるのが一番怖いのですが。ほら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 、イオちゃんどうぞ。なんでそんな期待したように見ているのですか？少なくとも軽蔑されなさそうではありますが。わーとかでも声を出すと気持ちいいよ。不満とかぶつけるのもいいしね。そうですね、やってみようかな。さあ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 。わあ。お腹から声を出す。わあ。まだまだ。わあ。いいか。あ。キャー。負けずに。出た。いやー。の稽古じゃないんだ。行くよ、イオちゃん。つむぎお姉様は私が守り抜く。気合を入れ直した方が良さそう。つむぎお姉様、衆に勝つありです。それそれ、どうだ。いいと、やばと、やば、滝の窓、やば、ほらそれ。はっ。続け。それ。
ってもしかして強いのかも。おのれ骸骨、またも空気読まずに出てきて。突然だと驚きますよね、あれ。敵地なのに気を抜いた私が悪いんだけどさ。いつもいつも気を張ってはいられませんしね。だよね。でもおかげで私なんだか叫べる気がしてきました。お、止めずに叫んじゃうんだ。わー、やれやれ。はい、行きます。信長様のバカー。お、魔王なんかになってるんじゃありません。そうだそうだ、おかげで追いかけなくちゃならない。何してくれてるんですか。まったくだよ。命の恩人なのに、大切な主なのに、私信長様を最悪倒すんだよ。なんで私にこんなことさせるの。ひどいよ。イオちゃん、信長様のバカー、バカー、バーカー。イオちゃん、辛いよね。無理しなくていいんだよ。命の恩人を倒す決意なんてしなくていいんじゃないかな。しますよ。私は信長様に命ぜられた調律の巫女のしもべであり、紬お姉様の友達なんです。イオちゃん、紬お姉様を無事に未来へお返しするんです。絶対信長様にこの世を滅ぼさせたりしません。だってそんなこと信長様だって望んでない。そうだね。わらべみたいな方なんです。人を驚かすのが好きで、殿様なのに汚い格好をしてお団子食べてたり、食べかけのお団子をいるかって私にくれたりして、信長様だと気づいた時は本当びっくりしたな。うんうん。なのに俺は天下を取るとか言っちゃって、本当にすごい武将を次々倒していって。織田信長って未来でも大人気なんだよ。日本で知らない人はいないくらい。 JK にも？ JK にも、私だって知ってるくらいなんだからね。俺が天下を統一して戦をなくすんだって、お前のような戦乱の孤児はいなくなるぞって言ってたくせに。信長さんのバーカー。ほら、イオちゃんも一緒に。バーカバーカバーカー、イオちゃんを泣かせんな。信長様のバカー、紬お姉様に迷惑かけるな。少しはすっきりした？はい、お恥ずかしいところをお見せしてすみません。いやいや、ちっとも恥ずかしくないですって。イオちゃんはやっぱりすっごく可愛いよ。可愛くないです。いっぱい泣いたから顔ぐちゃぐちゃですし。こっち見ないでください。大丈夫、いつだってイオちゃんは主思いの可愛いイオちゃん。紬お姉様、違います、私違います。ん？だって私信長様よりも紬お姉様を選びます。主より紬お姉様を守ります。でも
それだって信長さんに命じられたからでしょ。違います。え、違うの？私は紬お姉様がこの世で一番好きだから、大好きな人を守りたい。ありがとう。いや、なんだか恥ずかしいね。でも無茶しちゃダメだよ。私を助けようとしてイオちゃんが怪我したら泣いちゃうぞ。私だってイオちゃんが大好きなんだからね。ありがとうございます。でも紬お姉様の方がいつも無茶してます。だから私が無茶したら紬お姉様のせいなんです。なんかむちゃくちゃ言われてる。寿命の件はもう言いませんけど、自分の身を大事にしてください、紬お姉様。そんなに危なっかしいかな。約束してください。出ないとまた泣きますよ。善処します。あ、なんか揺らいでる。そろそろ出口が現れそうですね。うん、鋼さんと小耳ちゃんのとこに戻ろうか。はい。最後に一つだけいいですか。うん、どうぞ。はあ、深呼吸。でもそれでも私は絶対に紬お姉様を未来に返してみせるんだから。うん、ありがとう。イオちゃん大好き。戻ろう。